薄暗いな。薄暗いね。いや、表に出てる人缶コーヒーとね。うん。おはようございます。おはようございます。あ、全然です。めっちゃ美味しかったです、あのチャーハン。あそこな、あそこうまいっすね。めちゃくちゃうまいっすね。ちょうどいい、安くてうまいチャーハン。結構芸人行ってるんですか。初めて知りました。俺も、あの、佐野さんに聞いて、あの、この後に応援。あ、佐野さんか。オプティ、オプティの。この後に及んでも。ああ、この後に及んで。多分あんま行かないぞ、あれとこ。もうだってここあんま出てないですもん。出てないじゃん。劇場近くのうまい飯屋。安くてうまい飯屋に連れてく。あ、そうです。うん、そうです。え、一昨日の、あのネタやってたですか。あれ新ネタですか。いや、あれ単独で一回やって。へえー。そう、結構きっかけ多くて音多いから。コント師なんだ、こいつ。あれめちゃくちゃ良かったです。本当に？はい。いや、ちょっとこれめっちゃ嬉しいよな。あれ意外と伝わんだな。いやなんか変に言い笑う。芸人に褒められると嬉しいから。確かに。それだけで。なんかこいつは。なんかちらほらいいなと聞いたから。でもあれお客さん初見っぽかったですもん。ぽかったな。で、あれぐらい受けるならやっぱあっちの感覚が普通なのかもな。いや。普段のバトルのお客さんがもうちょっと。ずれ始めてる。ダメ、客のせいにしちゃダメ。ソバットさんのお客さんですよね、ほぼ多分。ああ、あの時行きましたね、クリスさん。人気どころね。ほぼほぼそうなんだけど。クリスさん、多分初見。ああ、まあそうだね。後半か。後半か。いや、だからあそこでもう引っ張れないじゃん、あれ以上具材は。そうね。だから、でしかも多分あんま今のおせちの具材とか知らんから。どこが一番、多分黒豆のとこが一番来てて、で気になるな、気になるネタでは、どうしようとは、黒豆で一番、おう、もうやだよこんな先輩、なんかダッセーな、ダッセーな、滑ったわけだからね今、え、あ、テレビ受かった、4時行けたんだじゃん、4時行けました、ええ、あら、行けました、やったな、え、自転車のやつね。あ、自転車のネタで回転率回転率ファンみたいな。あ、でもバレぐらい残るワードの方がいいのか。じゃあ、いや、まあでもキツイツは結構ワードじゃないですか。いや、でも良かったな。でもするとき逆に難しいから。いや、出たことねえんだろうな。まあ、跳ねればまあね、出て跳ねればっていうところだね。いや、いけんじゃない。いけんじゃないとか。どうなんですかね。25が収録、もちろんあるんですけど、まあ調整しながら。そうだな、劇場だってもあんまり。いや、だから多分そっちの方が。そう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 、やっぱそうじゃん、劇場で。やっぱりそれこそバトルのお客さんだと何回言うの、バトルのお客さん。そうそう、多分ないね。いいんじゃない、あれぐらいで多分いいんじゃない。1年目みたいな服装してんの。え、結構稼ぐ。そう、稼ぐか。稼げるか、稼げるか、マジっすか。悲しいツッコミで。営業多くないですか。これ微妙に失礼だな、なんか。ちまちまな、まあそうだね。単価が上がんない。やめてくれ。だってジェントルメンタルさんに聞いても上がってない。あ、そうなの。あそこでまだ上がってないから俺らも。まあ普通に純粋に気になるしな、後輩は。で、1ぐらいですか。1。当日1。ひどくて5。いや。やめてくれ、そんな話すんの。ああ、一緒にどうしてる。バイトしてる。してる。もう相方はでもなんだかんだ、なんか腰が痛いんだろうね、これ。この体勢相方やってないって。え、そう。あ、相方さんあれですよね、料理で。そう、料理系でもちょこまが入ってきて。一個な、特技でな。お子さんもいらっしゃいますよね。それも説得力がつくとだいぶいいみたいな。いや、だ、結婚もあるよ、だから。はあ、こんな話ばっか。いや、そうっすよね。キラキラしてないな。お前とかはまだあんまあれかもしれないから。そうですよね。まだあれかもしれない。でも俺とかはした方が得かもな。できるの。うちはもうそこは別にもうの方がむしろ。テルは
大丈夫？スーパーマンとバットマン。朝早めだときついっすもんね。まあまあまあついてくるもんだけど。元気ねえな。うん。もうないコーヒーを一滴だけ飲んで、それで一本吸う。火もつかねえじゃん。火ある。うわー。絶対売れねえ。